皆さんこんにちは。今回は昨日2022年11月22日に公式生放送ウィークエンド IF で5周年に何が来るかの最新情報が出たのでちょっと見ていこうかと思います。この画像をその生放送で流れた5周年記念の映像で出たシーンの一部なんですけど、ここ俺が応募したあの画像が出てるんですけど、本当にね嬉しかったです。ありがとうございます。公式ツイッターでなんか募集してたのでちょっと応募してみたんですよ。こういうねいろいろ画像貼って、そしたら採用されたみたいですごく嬉しかったです。ありがとうございます。でこれ5周年のキービジュアルですね。これあの5周年で新しく出るアクセルスキルってやつのイラストのキリトとコハルとアスナですね。なんと5周年では探索ガチャと鑑定ガチャまで引けるこの無料ガチャ最大550回ですね、これが来るんですけど、この探索ガチャとか鑑定ガチャっていうのがやっぱりその普段スキルレコードオーダーとかに課金するので、探索とか鑑定に課金する余裕がなかったりしてあんまりね引けないんですけど、特に鑑定ですね、これが引けるとめちゃくちゃ大きくて二次インゴットっていうのがめちゃくちゃ強いんですよ。だから本当にそのアルカナジウムを使って引かないとその手に入らないので、これ無料であの引けるっていうのがすごくいいですね。スキルエコガチャもね最大330回引けるみたいなんで、まあ、探索ガチャとか鑑定ガチャね、公式生放送でもねこういうね説明があったんですけど、まあ、探索はこういう消費アイテム、まあ、あの1回使い切りのやつですね、1回使っちゃうとそのアイテムが1個なくなっちゃう、その使い切りのアイテム、あの経験値クリスタルとか運気向上の方向とかそういうのがねラインナップに入ってるやつで、鑑定の方はインゴットとかそのなんか武具錬成に必要なものとか、まあ、素材アイテムとか、まあ、くっつけるやつとか、まあ、そういうね、まあ、熱鋼はその素材として使ったらなくなっちゃうんですけど、まあ、インゴットはねあの武具にねその装着というか錬成というかそういうものをすれば、まあ、ずっと使えるものなんで、ほとんどがずっと使える、まあ、残るものですねが手に入るやつが鑑定ですね。でこれこの新規プレイヤー向け調整っていうやつなんですけど、なんかよく YouTube の俺の動画にコメントで来るんですけど、そのこれから始めて追いつけるのっていうコメントが結構多いんですけど、この新規プレイヤーがやっぱ追いつけるようにいろいろ調整してくれるみたいで、第8層以降の獲得経験値量を増加してくれるみたいなんですよ。でメインクエストだけで到達レベルが110までだったのが140までになるように調整されるっていうことで、レベル上げがかなり楽になって、まあ、ルクスインテグラル武器とかも装備しやすくなるんじゃないでしょうか。で新規プレイヤー向け調整にサブクエスト経験値上昇、これもありがたいですね。これまあ周回のみって書いてあるんですけど、いや周回が一番大事なんで、サブクエストはサブクエストって初回クリアするとその後は繰り返し達成できるようになって、ずっとそれを何回も何回も受け続けて、まあモブ狩りをずっとし続けるっていうのが一番いいんですけど、レベリングするなら、まあ、これがマジで大きいと思います。続いてこれ武装石ドロップ率緩和もまた来ましたね。このルクスインテグラルシリーズが作りやすくなる、これマジでめちゃくちゃ大きいと思います。ルクスまで装備できれば、まあ、十分ね攻撃力が高い方だと言えると思うんで、まあ、このインテグラルシリーズって何なのって思う人もいるかと思うんですけど、まあ、インテグラルシリーズって SAOIF のやり込み要素の一つで、まあ、13層以上のフロアボスからなんか武装石っていう超希少ドロップですね、本当に出ない、なんか1000回に1回出るか出ないかくらいのやつがあるんですけど、まあ、それが、まあ、その一番最初に出た初期インテグラルとか言われてるやつがかなり緩和されて本当に出まくる、まあ、出まくるまではいかないけどかなり出やすくなってて、まあ、ノクスもかなり緩和されて、ノクスってその次に出たやつね、で一番最初の初期インテグラルが13層14層20層のフロアボス周回で、まあ、作れるやつなんですけど、でノクスが25層27層35層でルクスが40層47層50層のフロアボス周回で作れる、でその次のロッソが61層74層81層かで、ヤシャが85層91層100層フロアボスの周回で作れるんですけど、まあ、そのうちのこのルクスですね、40層47層50層のフロアボス周回で作る、まあ、最強武器が、まあ、あのドロップ率緩和ってことでこの希少ドロップアイテムですね、ほんと出ないってやつが、まあ、そこそこ出るようになるみたいな感じで、
ね、これあの装備可能レベル141なんですけど、まあ、さっきのこのレベルの増加のね、あのストーリークリアしてるだけであの報酬経験値がもらえるんで、そのメインクエスト達成扱いになるんですよ、ストーリー進めていくと。まあ、それでねレベル140まで上がるっていう風に調整されるらしいんで、まあ、このルクスインテグラル武器ね装備しやすくなるんではないでしょうか。で続いてカオス135緩和ですね。これはあの第1層の始まりの街とかある第1層の国鉄級っていうところで受けられるあのカオス討滅戦っていうあの高難易度ダンジョンって呼ばれるところなんですけど、まあ、そこはね基本的に今までソロで挑めるものって言われてたからソロカオスって言われてたんですけど、まあ、そのねカオス討滅戦を周回して作る、まあ、冥国防具ってやつがこのゲームで一番あの防御力が高くていい防具なんですけど、ランダムボーナスとかも一番いいやつで、でそれがねあの緩和っていうことでパーティーで挑戦できるようになってるんですよ、難易度が低いものが。でそれでねあの次のね5周年でカオス135まで緩和されるっていう話で、まあ、近境地ってやつですね、難易度がそれがパーティーで挑戦できるようになるということです。これも本当にめちゃくちゃ大きいです。俺このカオス135つけてるだけでタンクできちゃってるんで、85層のまあなんとかできてる。もう本当にねスキル編成とかねまあいろいろ考えないと大変なんですけど、あとこれも気になりますね、デイリーダンジョンの報酬増加。多分ねスコア報酬が全体的に伸びるって話なんですけど、まあなんかその熟練関係が結構気にされてる方が多いから、まあ、熟練を中心にあの報酬上げてって、まあ、あとは他のもね全体的に上げていく、まあ普通に全体的に上げていくっていうことなのかな、多分ね、あの熟練だけいっぱい報酬上げるとかそういう話じゃないのかもしんない、うん、とにかくこれもね楽しみですね。あとはねこのねキャラクエスト緩和ってやつ、キャラクエスト掲示板ってやつなんですけど、まあ、1層の商業区にあるね掲示板でクエストが受けられるんですけど、まあ、それね倒すとね、まあ、フロアボス倒せるやつとかモブいっぱい狩れるやつとかあるんですけど、まあ、ソロ向けのクエストなんですけど、まあ、これ初回がねあの倒しやすくなったみたい、あの弱くするみたいで、でなんで初回弱くするかっていうとストーリーを見てもらいやすくするためらしいんですよ。やっぱそのこの掲示板のストーリーがそのメインクエストのそのメインのストーリーにかなり関係してくるらしいので、まあ、それもねちゃんと見れるように初回を緩和するって話で、あこれ61層以降って書いてありますよ、61層より上の話か、見れるそうですね。まあこれ初回だけなんで、まあ、周回ではね弱くならないんですけど、あとはね5周年でさっき言ったそのキャラクタークエスト、キャラクエあの掲示板ってやつですね、それの獲得経験値ですね、クリアした時にもらえる報酬経験値5倍になるそうです。あと期間限定のギルドバフっていうのは多分その期間限定ギルドスキルってやつでギルドポイントを大量に必要とするね、大量っていうかまあ1回1回は1回1回が多くなるっていうだけなんですけど、いっぱいね使うと本当に一気にねギルドポイントとかがなくなっていくので、まあでもその分ねすごいねいい恩恵が受けられるっていうやつなんですけど、あとなんかこれ100層クリアした人の名前がなんかウェブサイトに載るみたいな話があって、2022年の12月11日までにあのストーリーの100層をクリアした人がウェブサイトにね名前載るんですよ、そのゲーム内でのプレイヤー名みたいなやつで、まあ、ちゃんとねここ注意書き書いてあるんですけど、不適切な名前とか入ってるとね対象外になるそうなんで、掲載される名前は12月12日時点での名前となりますって書いてあるんで、まあ、例えば俺の場合だったらもう中期生配信中とかって名前にしてたら、この12月12日時点でねそういう名前にしてたらもう中期生配信中っていう名前になっちゃうので、ちゃんとねその自分の名前に誰々お行中とか他になんか名前くっつけてる場合は外した方がいいかもしれないです、12月12日に。えついにね新章に突入するんですよ、100層ももう来たんですけど、まあ、新章っていうことで、まあ、前回のこの生放送でもこういう感じのね、まあ、画像が出たんですけど、まあいろいろ
まあ、熊森行ったとか、まあ、掲示板であったストーリーとかもねちらほらね関連することも言ってたり、まあ、菊岡さんがついにね動き出したってことで、あのしっかりね名前がね出てるので、このちゃんとねその研究所みたいなところのね画像もね出てるので、でこの新章はやはり5周年となる11月30日に、ね、出るらしいんですけど、まだ何層かっていうのは明かされてません。この11月30日に何層が出るのか分かるようになってるって言ってました。で5周年に出る新スキルなんですけど、アクセルスキルってやつですね。まあ、4周年でコネクトスキルっていうのが出たんですけど、あちらもね連撃系のスキルなんですけど、こっちもね連撃みたいなスキルで、まあ、連撃みたいなっていうか連撃のスキルなんですけど、まあ、人によってはね最近出た SAOVS っていうゲームと同じような動きができるじゃんって言ってる人もいたんですけど、このねアクセルスキルってやつ、まあ、SAOVS と同じような動きができるって言っても全然その仕様とか違かったり、まあ、考えることとか違うんで、多分ね今までそのオーダーで引いてきたスキルがね、まあ、貫突すればアクセルとして使えるみたいな、アクセルとしてっていうかアクセルスキルをスイッチで起動した時に貫突したスキルをスキル2、スキル3、スキル4とかにセットしとけばアクセル中ねアクセルとして、まあ、使えるみたいな感じで、まあ、アクセルとして使うっていうのがどういうことかっていうと、このアクセルっていうのを発動条件満たしてアクセルすると30秒間 SP 消費0、クールタイム3秒で打ち放題になるんですよ、ソードスキルが。っていうことなんですけど、まあ、アクセルの発動条件はなんかアクセルゲージっていうのがあるらしいんですよ。そのアクセルゲージとスイッチゲージが溜まった時にスイッチでアクセルスキルを打つとアクセル状態になるんですけど、まあ、これでねどんどんねスキルを連打してって、で連打していく連打っていうかいろんなのを連続で打っていくことでダメージ倍率がどんどんね上乗せしてって強いみたいな感じのスキルなんですけど、このアクセルするときってこの覚醒のボタンがアクセルに変わっちゃうみたいになるんですよ。あのアクセルスキルを装備すると覚醒ゲージがアクセルゲージになっちゃうみたいなんで、まあ、覚醒スキルが入っているのを裏セットにして、まあ、使い分けるとかそういうのもねあの考えられるんですけど、でこの限界突破10回の各ソードスキルっていうのはアクセルスキル自体を限界突破10突して貫突する必要はなくて、アクセルスキル以外のスキルを貫突すると、まあ、そのスキルたちがアクセル中に SP 消費0になってクールタイム3秒になってっていう感じなんですけど、限界突破10回してないやつは一応アクセル中は使えるけど、まあ、普段通りの SP とクールタイムの消費で使えるっていうだけなんで、まあ、例えば1個だけその貫突してないやつ入れてもその間あの SP 消費は他のがゼロになるんで、多分打つ余裕があるかもしれない、もしかしたら。あ、でもこのあれですね、ダメージ倍率の上乗せもなしって書いてあるんで、であとはモッド素材を装着したモッドスキルを使うとアクセルが終了してしまうんで、まあ、モッドは最後にあの一番そのフィニッシュスキルっていうか一番最後に打つスキルとして、まあ、やるのがいいのかなって感じなんですけど、このね気になってるのがこのダメージ倍率 10% 分っていうのがすごいあの気になってます。というのも以前ダメージ計算式っていうブログ記事を書いたんですけど、これでねそのスイッチをワンチェインするときにかかってくるこのダメージ計算式でこのかかってくるところがそのスキル威力のこの全体のところを何倍化するっていう感じで、例えばコンビネーションバフっていうのが何パーセント上昇っていうのがあるんですけど、スキル威力これとはかかり方が違くて、このソードスキル自体の何パーセントダメージ、例えば 1600% ダメージっていうやつだったらそれ自体をスイッチ1回することで 1.2 倍になったんですよ、スイッチワンチェインの時の何倍みたいなやつが。だからこのアクセルの時の上昇ダメージ倍率 10% ずつっていうのがどこにかかってくるのかっていうのがすごい気になってて、でもしこのスイッチワンチェインのところみたいな場所に何倍っていうのがかかってきたら、このソードスキルのそのスキル威力なんか例えば 1600% ダメージってところにさらにかかってきて何倍何倍みたいになるかもしれない。もしかしたらこのスイッチ何倍みたいなところにプラスされるのか、いやでもこのアクセルの時にスイッチ使えるのか分かんないけど、
まあ、そういう点でまだどれくらいダメージが上がっていくかっていうのは検証しないとわからないと思うんで、やっぱ実装されてから実際にね連続で打ってみないとわからないと思います。なんか 10% ってしょぼそうだなっていう感じで、それだけで弱いって決めつけるのはどうかって思いました。まだ全然わかんないし、まあ本当にね弱いかどうかね、本当にね弱いかもしんないし、強いかどうかもわかんないし、もうわかんないけど、もしかしたらまあ連続で打っていくうちに強くなっていくんじゃないかなみたいな、まだわかんないですよ全然ね、わかんない本当に。でこのアクセルスキル、ソードスキルだけじゃなくてアクセルアビリティっていうのもあって、まあアクセルアビリティをつければつけるほど、まあ限界突破数が多ければ多いほど、つければつけるほどじゃないな、限界突破数が多いほど時間が延長されるそうですね。でアクセルスキルは基本的には30秒なんですけど、まあ、最大30秒延長ってことで一番長くて60秒になるのかな。でアクセルアビリティは装備すると初期 2.5 秒増加なのかな、で限界突破の数かける 0.5 秒増加になるのかなっていう感じですね。でこのエクストラアビリティっていうのは、まあ指輪に装備したアビリティのことで、これは加算されないっていうことですね、この延長時間に。でこのアクセルスキル、なんかオーバーチャージっていう熟練度スキルがあったんですけど、前に、まあ今あるんですけど、スイッチが2段階まで溜まるってやつで、まあなんかこのオーバーチャージってやつ3段階目まで出るらしいですね。まあこれ熟練度スキルで出るのかな、わかんないけど。でこのスイッチゲージ1段階目から2段階目をデフォルトに変更っていうのが気になってて、これデフォルトになるってことは何？オーバーチャージが基本3段階目までになるってことで、このオーバーチャージの3段階目のスイッチダメージ何パー上昇が調整中っていうのがすごい気になってて、これが何パーセントになるかによってねかなり変わるんじゃないかって思います。で特にねなんか上の階層のボスってでまあ、特定のボスとかは非ダメージ耐性っていうのがあって、属性耐性以外にプレイヤーから受けるあらゆるダメージを軽減する耐性があって、まあ、例えばカオスアスラとかだと 90% ぐらいあるんだっけな、なんか何パーだかはちょっと正確には覚えてないんですけど、多分 90% だったかな。でもやはりねこの2段階目まで貯めたスイッチは 15% っていうのは今まで通りみたいなんで、まあ、3段階目でどうなるかちょっと気になりますね。でこれねアクセルスキル配布できます、このキズメル、縦キズメル縦キズメルっていうと縦キズみたいになっちゃうんで、ちょっとその呼び方あれだけど、まあ、アクセルキズメルアクセルが来るみたい で次の新章がスタートする階層ですね、次に出る階層をクリアするとこれ配布でもらえるみたいなんで、まあ、これ縦スキルなんで片手武器使えば必ず装備できるっていう汎用性があるんで、これ持ってればねこれスイッチ打ってアクセルを起動できるって話ですね。でも他にもねこういろいろね次のねアクセルスキルが出るオーダーでねこれいろいろ出てくるみたいなんですけど、まあ、特にこのね弓がやばいなって思ってて、まあ、火事場系の効果がまた来ると。で、まあ、スタック制なんですけど、これスタック、まあ、上げるのにどれくらい時間がかかるのかとか、スタックブーストとか弓のコネクトでスタック上げるのかとか、まあ、いろいろね考えられることはあるんですけど、なんかね一つね可能性が増えた感じはしますね。今の環境マジで弓が強いので、今の環境本当に弓と斧がめちゃくちゃ強くて、もう片手直剣は、まあ、微妙っていう感じなんですけど、まあ、それはねスキルが揃ってればの話なんですけど、まあ、槍もねこういうの出て、斧もこういうの出て、まあ、片手剣もねこういうパーティーの支援をしながら、まあ、これパーティーの筋力増強4バフ、まあ、以前ね1つあったんですけど2つ目になったと。でスイッチで発動すればさらにねスタックがねいっぱい乗って、まあ、スイッチゲージ増加量も多いって、すごい使いやすいスキルですね。これ何気この片手コンが一番欲しいかもしれない。あとアクセルアビリティでしかもパワーライズ3っていうのがちょっと気になるんですけど、どうなんだろうね、覚醒のパワーライズでさヒースクリフとか出たけど、あれのが強いのかな、ちょっとわかんないですけど、まあ、これは本当にそのアクセルのスキル装備セットの方で使うアビリティだと思うんですよ。まあ、覚醒の装備セットとアクセルの装備セット多分分けて、まあ、やるのがいいのかもしれないですね。だから多分アクセル用のアビリティとして考えて
またこれも欲しいなっていう感じになるのかなと。覚醒の装備セットにアクセルスキルとかつけてもね、覚醒の枚数が減っちゃうだけなんで、まあでもどうなんだろうね、覚醒も一緒に使うのかな、アクセルの時に。あの覚醒は多分アクセルの時起動できないんで、覚醒できないんで、まあ、覚醒スキル自体の効果を使うかどうかですよね。まあ、多分分けると思うんですけど、大体。あと11月28日にね、クラインバースデーが来るんですけど、またね、ハッピーダンジョンでね、ジェムがもらえたりすごい嬉しいんですけど、まあ、フォロ率キャンペーンとか、まあ、いろいろあって、まあ、クラインバースデーでね、まあ、歴戦が来ると。まあ、歴戦持ってない人はね、いいかもしれないですね。ただ、最近のバースデーオーダーはすごいね、提供割合が低くて、ちょっと狙いにくいんですけど。で、これなんか、キリト枚数かけるって書いてあるけど、これ、槍のスキルなんですよ。で、槍の装備セットでキリトのスキル何枚入れられるのっていう話だし、まあ、土属性ダメージ上昇のバフ効果中っていうのが今のところね、キモノコハルとかなんですけど、まあ、キモノコハル持ってるかっていう話になるので、あとはもうね、クリスマスに出るイベントの情報もう来てますね。今日この動画撮ってるの11月23日ですけど、クリスマス12月24日、あ違う、これ12月7日のメンテの方か、いや結構先ですよね、どっちにしても。まあ、そのあたりからクリスマスのイベントが来るみたいで、まあいろいろね、こういうね、復刻のイベントとか来るらしいですね。で、なんか過去のクリスマスの星4が1枚確定するオーダーが出るとか、まあ新クリスマスイベントが来るとか、まあいろいろね、言われてますけど。まあ大体ね、昨日の生放送で出た情報をね、これくらいなんですけど、本当に昨日情報が盛りだくさんで、5周年どうなるか本当にね、楽しみですね。この100層クリアした人の名前が載るってやつ、なんかちょっと前になんかそのアクティブユーザーが6000人くらいなんじゃないかって言われてた時期あったんですけど、まあ今はね、もうテイルズコラボとか映画とか100層到達とかいろいろあったんで、もっとね増えてるかもしれないんですけど、まあ一時期6000人くらいじゃないかとか言われてたんですけど、アニメの SAO でも約6000人が生還したらしいんですよね、クリアした後で。まあこれ100層クリアした人だけが乗るんで、まあどれくらいの人数が乗るかわかんないんですけど、まあなんかその100層クリアしたアクティブユーザーの数がもしかしたらこれで知ることができるんじゃないかなみたいなのもちょっと思いましたね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録してもらえると次の動画作りのやる気が出ます。ではまた。